朝は涼しくていいでしょう。ここに来て初めての朝ごはん。な、念押しかそれは。な、妙だな。そう、別にわざわざ初めてってつける必要はないのではないか。全員が全員ループ者でさ、気づかれないようにさ、でも少しずつ合図を送ってるだろこれ。俺初めてじゃないぞ。しんのすけ夜中に夢でも見たんじゃないか。これでこれ全員ループしてて間合い管理してるだろ今。わははははは。しんちゃん、あなたもしかして。俺もう何周もするのに疲れたぞ。100年のもう解き放たれたいぞ。全員博士にちょっかいかけて閉じ込められてたってマジ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ループ重ねるごとにさ、ひまわりが少しずつ言葉を覚えてさ、なんかひまわりがめちゃくちゃ喋れて怖いぞって。しんちゃんの声がだんだんとリカちゃんになる。おはよう。にぺーなのです。こうやって笑ってられるのもいつまでかしら。また新聞を作る日々に戻るぞ。しんちゃん、何か言ったかしら。なんでもないぞにぺー。あ、サブローさんこんにちは。おや、知らないお兄さんがやってきた。サンゴーくんでしょ、あんた。あ、やばいだろこれ。先週お手伝いにさ、ループしてない人たちに説明すると、このちくばの友のお友達のやってる食堂のなんかお手伝いさんが急遽今週は来れないから、代わりにミサエがお手伝いをするっていう感じなんだけど、でそのお手伝いさんがおそらくこのサブローさんなんだけど、このサブローさんが今週来ちゃったらどうなるの？あれ？この子誰？赤坂。やっとやっと来てくれたのです。名取は名取さなです。